式の製氷皿。はい、今日は離乳食を作るときにあると便利な調理グッズをかずちゃんと一緒に紹介していきたいと思います。まずはこの茶こしです。これはお粥を作る時にも紹介したんですけど、お粥を滑らかにするのにすごく便利です。で、最初の頃は粒々がない状態まで、サラサラというかトロトロというか、そういう状態にしたいので、やっぱりすり鉢だけだとちょっとそこまでできないので、こういう茶こしを使って滑らかにするととても揚げやすい状態になります。100均でも売っているので手軽に手に入るかなと思います。で、次このすり鉢です。で、これはちょっとしたものを潰したりとかするのにすごい便利 で、最近はこれぐらいのちっちゃい使いやすいサイズが売ってて、これもすごい便利だなと思って買ったんですけど、もう今も毎日のように使ってます。次が、離乳食を温めたりするときに便利なこういうちっちゃい入れ物ですね。電子レンジ対応のものを用意してもらって、で、蓋がないものはラップをしていつも解凍すると思うんですけど、蓋もあって、こういう蓋も蓋したまま OK だよっていうのも結構便利です。で、最初のうちはもうこれで温めたまま揚げたりすることもできるので、こういうちっちゃい入れ物があると使いやすいかなと思います。で、だんだん食べる量が大きくなってくる、多くなってくると、こういう風にちょっと大きいお皿でも、まだちょっと陶器だとこうガンガン見つけちゃったりするので、もうこういうプラスチックのような割れない素材が、まあ、実際は使いやすいかなと思います。次がキッチンバスですね。これは最初のうちというよりか、ちょっと大きくなってくると、大人が使ってる食材を切ったりするのに、すごいあると便利なものかなと思います。普段も使ってる方が多いと思うので、お家に1本あると便利かなと思います。で、外に行った時はこういう子供のちっちゃいサイズのハサミも今あって、で、ここがこうあんまりね危なくないんだよね。触っても切れないようになってて、切れ味はやっぱり普通のキッチンバサミよりうん、悪くないんですけど、持ち運びするときはこういうケースもついてるし、衛生面的にもいいかなと思っておすすめです。これ欲しい？で、これはいどうぞ。で、こういう麺カッターとかも今あるんですけど、これは正直そんなに使ってなくって、使ってなくって、割とこれハサミの方が便利かなと思います。蓋付きの製氷皿です。これももう絶対あった方がいいなというものの一つです。で、最初の頃はもう本当に同じ食材を何回も試しにあげることもあるし、作る量も少ないので、毎回一から作っていくと大変なので、一回ね、こうまとめて作ったものを蓋をして、冷凍庫に入れて冷凍させて、で、その後にこういう保存付き袋に移して、日付とか書いて、保存しておくとすごい便利かなと思います。あとはこのスプーンですね。いろんな種類があると思うんですけど、これとかはちょっと穴がこう間が空いてて、潰したりするのも便利だし、最初はこういう柄の長い部分がこれで開けやすいので、赤ちゃんとの距離も取れるし、赤ちゃんこうやって持ちやすいっていうのも気に入ってんだよね、これね。はい、こういう柄の長いものを用意してもらうといいかなと思います。
あとは、まあ、お家にもしフードプロセッサーとかがあればそういうもので、離乳食滑らかにしてもらうのもいいんですけど、まあ、本当にこの辺は100均とかで揃うものなので身近なものでこう用意してもらえても十分離乳食は作れるのでぜひやってみてください。お食事の時のエプロン、これあのこういうビニール製のものもすごい便利で、まあ、こうやって洗って結構綺麗な状態で使えるので便利なんですけど、私おすすめしてるのがこのちょっと上の子の保育園で使ってたこのタオルにこうゴムを通しただけのものなんですけど、これがすごい便利で、まあ、子供が慣れてくるとこうやって自分でできるようになってくるっていうのもあるし、こんな感じでかなりここにねビチャーってこぼしてもこうちょっと手とかも拭けちゃうし、子供も口も拭けるしみたいな感じでもうジャブジャブ洗えるし、まあ、汚くなったら捨てちゃってばいいやって感じでこれ何枚も作って、上の子の保育園に持って行ってました。保育園がこの指定だったのでその時に作ってみたんですけど、結構いろんな意味でこれ使ってるみたいなので、まあ、お家でも時間ある時に、まあ、こうできてるタオルのこの隙間にゴムを通しちゃえばいいだけなのでやってみてください。スプーンについてちょっと補足をしようかなと思います。今回離乳食を始めるにあたって買ったスプーンがこれなんですけど、エジソンママの離乳食スプーン3本セットっていうものを買いました。で、これは3本ちょっと入っていてケースがついてるんですよね。こんな感じ2本入れられるんですけど、これがついてると外出かけるときに持ち歩きやすいので便利だなと思って買いました。値段も560円くらいでお手頃でした。で、最初トロトロのものとかあげるときはこの分かりますかね、このスプーンの部分がすごく平らで口に入れやすいものになってます。まあ、こんな感じのタイプのものを用意してもらえるといいかなと思います。で、慣れてきたらこっちですね、ちょっと少し深くなってますね、こういう感じになります。こっちはスープとかで余分な汁気とかを取りたいときにこれを使うといいみたいです。まだこれは使ったことはないです。で、このスプーンはですね、まあ柄が長くて基本的に持ちやすくはなってるんですけど、この後ろの部分にちょっと凹凸部分があって、ここはマッシャーになっていてこれで野菜を潰したりできるそうです。3本とも全部ついてます。あとこれがちょっとすごいなって、他のもそうなのかもしれないんですけど、こうやって反対向きにしたらここの食べる口をつける部分がね浮いてるんですよ、床から。なのでテーブルの上に置いても汚くないっていう感じですね。これが結構このスプーンの売りみたいです。はい、という感じで、あのいろんなスプーンがあると思うのでお子さんに合った形のものを選んでもらえればなと思います。で、特に最初の頃は一口サイズがちっちゃいので小さめのものがいいかなと思います。お姉ちゃんが使ってた離乳食の時に使ってたのがこれ、ちょっとだいぶネギが入ってるんですけど、これも結構先が薄くて小さめなので揚げやすいのでこれも使っています。ではこれで離乳食の時にあると便利な調理器具の紹介を終わります。カズさん、バシコチョコチョ。